久しいな、二人とも。いやいやいや、悠々とカッポするのであれば。だがここでお前たちに会えるとは思わない。では煙火茂り場で。透き通る茶の色。おお、勝利。オイラだったらごくりと一口で飲んで、うん、丁寧に心から味わうことはいい茶とはめったに出会えないもの。そっか、なるほど。じゃあお茶の味わい方をオイラにも教えて。ああ、茶葉にはそれぞれ特徴がある。湿った匂いと強く焦げた香りがよりこだわりたいのであれば。どうしよう。気にするな、学問とは奥。初めてであれば浅いところから入り、徐々にリーユエの北西にある行栄荘は茶業。ただ今日話したことの大半は茶を飲む習慣や文化は地域によって。オイラ完全に理解したぞ。礼を言おう。このもしいつかお前が茶館。でもオイラたち忙しいし。いずれにせよ機会が。さて今日はこのくらいにしておこう。ふん、代金はいつも通り。まさかこんなところで会うとはな。もうこんなところでなんて。酒場は体を休めて。た、はあ、かわいこちゃんには想像できないです。それにまだ来たばかりなのに。リソ、そうだな、ジンだ。でもせっかく来たんだから、ほらこいつに美味しいドリンクを作っても。はあ、かわいこちゃん、ロマンティックオード。ジンは何に。ああ、私はコーヒーでいい。陣団長、普段からコーヒーばっかり飲んでるし。ありがとう。だがやはり、あ、頼む。
この甘さ。ああ、コーヒーもコクがあってリサが言ったことを。え？最近自分の足りない点をよく反省することがある。仕事の効率も能力も私のストレスがきっと知らない。あ、え？そうね、ほら、あなたがあまりにも疲れた。それなのにここでもあなたは仕事のことばかり考え、ずっと気を張り詰めていたら。君もそう思うのか。どうやら生き抜く。ああ、仕事をしなるほど、ありがとう酒場。ええ、そうね。で、今日は可愛い子ちゃんのおかげでジンを説得できたわ。それじゃあ私たちはこれで。機会があればまたここに来て息抜きをしようと思う。ああ、